改めて実はこの秘訣に気がついた。私の達成法は間違っていた。皆さんこんにちは、青木でございます。この番組は営業に関するお役立ち情報を提供させていただいております。今日はですね、営業に関するというよりも目標達成法というお話をですねさせていただこうと思います。実は私はですね、20代で後半からですね、目標達成とかモチベーションとか、まあ、成功哲学なんてね、俗に言いますが、そういうことを随分勉強してまいりました。当初はそういうですね、カリキュラムというのを提供しておりまして、営業しておりまして、必然的にそういうですね、勉強をするようになり、自分の達成についてもですね、随分考えてまいりました。もちろん、まあ、私の人生の中でですね、いろんなものを営業の成績も達成してきますし、個人的にもですね、自分の実現したいことを達成して、それなりにですね来たつもりでございますが、この秘訣というのをですね今日はお話をさせていただこうというふうに思います。改めて実はこの秘訣に気がついた。もっと言えば、私の達成法は間違っていたということなんですよね。達成をしてきました。しかし非常にしんどい達成をしてきたんですね。簡単に、まあ、言えばですね、逆風の中を私はもうシャニムにこう行動を起こしてですね達成してきたと。実は今年、ある書物から気がつきまして、その達成法というのをですね、もうガラッと変えたんですよね。それから非常に楽にいろんな物事が進んでくるようになりました。ということは何かというと、追い風の中を実は進めるようになった。逆風の中を必死で行くんじゃなくて、むしろ押されるように進んでいくって、こんな感覚になったんですよね。その秘訣は何かというと、一つの言葉で表されます。それはなる前にあるということなんですよね。もうちょっと具体的に言いますと、なろうとする前になっている、こういうことなんですよね。実は私はこの前者、なろうなろうという気持ちを持って一生懸命この人生の中でですね、仕事を、自分の人生の中で達成を目指してやってきたんですよね。ところが、なろうとするっていうことはなってないっていうことなんですよね。なってないからなろうとしてる、だからなるために頑張るって、こういう構造になっていくわけですよね。だから当然なってない、なろうなろうということを自分が、言うたびに、なってないなってないっていうことを自分に言い聞かせてるんですね。同じ量だけ、なろうとする分だけなってないということを言い聞かせてるから、なってないところをこう進んでいくっていうことになると、当然逆風になるということなんですね。じゃああるっていうことはどういうことなのか、なっているということですよね。もうなっているんだ、なれるんだ、必ずなるんだっていうような形になったら、どちらかというと、当然のごとくそこを進んでいくってい こうイメージなんですね。実はこの同じ目標をやりたいこと、達成したいことを向かう姿においても、実に全然違ってくるということですね。片方はなろうとするのは非常にそのしんどい中をこうね進んでいくっていうようなイメージだから、達成してももうやっぱりやっとたどり着いたか、ヘトヘトになって、自分を犠牲にしながらなんかね進んでいくという気持ちですよね。ある意味ではそこへ達成したらバテるんじゃないですか。私もよくバテましたけどところがこっちはフットワーク、さっき言ったように軽くって、達成していく、当然のごとく達成するから、もう達成しても当たり前なんだという感覚で、もうまた次へ向かっていけるというようなことですよね。こういうふうになる前にあるっていうね、こういうようなことのイメージを持って進んでいく。じゃあこのある
なっているっていう、これは状態は何かっていうとイメージなんですよね。自分のイメージをしっかりと持っている、そしてそこに喜びがある。だからまあ嬉しいとか楽しいとか幸せだとか、あるいはありがとうっていう、もうそういうことにならせていただいてありがとうという気持ちをイメージする。確実に、そういう状況に持っていくためにはどうしたらいいかっていうと、毎日毎日のイメージトレーニングなんですよね。ビジュアライゼーションって言います。その姿をありありと描く。そしてここで大事なのはですね、いや嬉しいな、楽しいな、そしてそういうことができる自分にありがとう、あるいは協力していただいた皆さんありがとうという感謝をしっかりとイメージしていく、そういうことのですね、毎日毎日積み重ね、イメージの積み重ねなんですよね。そうするとその積み重ねによってですね、自分の中に浸透して当たり前のようになってくる。そうすると実は加速度がつき出すというようなことなんですね。実はこんなことに私今更ながらですね、こういう成功哲学とかこんな勉強をしてですね、もう30年近くなりますけど、改めてここに気がついたっていうことでございます。そして今年の中盤ぐらいから、まあそういうイメージを持ってやることによって非常に楽にですね、いろんな物事が進み出すようになってきた。いくつになってもね成長なんて言いますけど、まあ、この年齢になって改めてですね、そのことを気がつきまして、これからどん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 そのイメージでねさらに進んでいこうなんていうふうにね思っております。ぜひ、このね、最初に言った言葉、なる前にあるんだ、なろうとする前になっているんだっていうね、まあ、こういうことをねしっかり分かっていただいてやっていただくと、肝心の営業もすごい進み出すっていうようなことに、ね、なってくると思いますので、ぜひお役立ていただきたいと思います。営業のスタートにぜひね受けていただきたいのが、入門コンサル、2時間のコンサルでございます。まあ、この入門コースというようなことをね言っておりましたけど、少人数でもうなるべく具体的に皆さんにそのね秘訣をお教えするということで、名前を入門コンサルと変えましてね、当社で開催しております。ぜひとも、そういうところをね、こちらのページに書いてございますんでお役立ていただきたいと思います。はい、というようなことでございました。ありがとうございました。